こんにちは、体の家の10万円勝負です。今日は2021年の11月1日を4時間ほど過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の家コインの値段は222円と、はい、相変わらずでございます。こちらチャートですけども、これは月足にしたんですね。はい、なぜなら、10月が閉まりまして11月1日に入ったからなんですけど、昨日もね、ほぼほぼお伝えしたんですけど、10月、陰線でね確定してしまいました。陰線の頭が、235円、確定したのが、まあ、224円ぐらいかな、はい、だから234円から、11円ぐらい下がったということになります。はい、で、まあこれ初日1日分もちょっと11月入ってから下がっているということでね、まあ、ここの8月の伸びがあまりに大きすぎて、まあ、その反動がねまだ続いているという月足で見方ができると思います。まあ、半値大きく上げた後半分戻すっていうのはね、普通のチャートパターンとしてはあるので、これは年単位で見たらね、はい、普通に動いてるなと、触れてるなというレベルでございます。はい、いつもと逆で今度だんだんちょっと細かくしていきますけど、日足にすると、こんな感じでしてね、こう三角で、だん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 収束してきて、でそのまま横ばいでいって、結局どっちに抜けるかなって言ったら下に抜けたと。で、今反発して下に戻るんじゃないかというところですね。はい、で少し、レンジを下に抜けてからね、ずっと1時間足で見てますけど、これが28日からということなので5日間ぐらい、4日間ぐらいですか、はい、で大きく下げて、買いが入るけどチビ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 、売られて、買いが入って売られて、買いが入って売られて、買いが入って売られてみたいな感じですよね。はい、でこれでまあどっちに行くんですかね、このレンジを次にどっちに抜けるか楽しみです。ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、ただその前にね、ちょっとお知らせというかお礼を申し上げたいと思います。あの私、ちょっとプールを AID1 ということで、あの少しね寄付をしていきたいプールということで AID と、まあ、お助けっていう感じで AID という名前のプールを始めてるんですけど、そこにちょっと大きいにをいただきましたので、お伝えしたいとともにですね、こちらの3人の方なのか1人の方なのか分かりませんけど、感謝したいと思います。ありがとうございます。今まで100万ぐらい委任いただいてたんですけど、まあ、自分のもちょっと合わせてですけどね、はい、でそれが400万になったということで、あのブロック生成ゼロのエポックになるという可能性がねだいぶ、少なくなったと思います。ゼロになる可能性はだいたい 3% とか 4% とか 5% とかそのぐらいだと思うんですね。で委任が100万だと、37% ぐらい今まであって、実際今から、11月2日の、ところはまあなんとかな、報酬をお渡しすることができるんですけど、ちょうどこのエポックですね、今のエポックだとブロック生成がなかったので、また10日後ぐらいにはあのちょっとね補填してお返しするという形をとりますけど、400万あるとそれがねほとんどやらなくなる、やらなくてよくなるということで、ほとんど毎回報酬をお渡しできることになりそうかなということです。本当にまあ、身が引き締まるというかですね、そんな気がします。はい、なのでスキルアップに努めたいなと思います。どうもありがとうございます。はい、ではツイッターの方行きまして、コイン海外速報、クラーケンは株取引を提供する計画ということで、取引所のクラーケンですね。はい、で、まあ、株取引のことというよりも、あの、ブロックチェーンエキスポにですね、クラーケンの日本の、法人の方が、来てくださっていて、で、体の今、日本ではね、上場してないから、体ってどんなもんかなということで、コンタクトを取ってきていただいて、で、アンバサダーのたけしさんのミートアップにもね、お二人の営業マンの方ですかね、来ていただいてですね、体の方がどんなものかなって言って感触を得て帰っていただいたということで、もしかしたら次はね、クラーケン上場なのかもしれないということです。はい、あ、これは私の感触だけですよ、すいません。はい、今度はですね、違うところ、山本ひとみさん、明日からモナコインの取り扱いを再開しますと、サクラエクスチェンジですね。はい、当初では11月2日午前8時より暗号資産モナの取り扱いを再開いたしますということで、この山本さんという方もね、あの名刺を整理したら、ありました。ブースにお越しいただいたんでしょうね。はい、私自身は担当してなかったんですけど、チームのメンバーにね、あの声かけて話を聞いてくれたのかなと思います。で、実際に、
エキスポをやるにあたってですね、渋谷の、営業所というか、お店出してますので、相談所っていうところですに行って、ブース出すんでね、来てください。できれば広告しますよって言ったけど、まあ、そこまではね、お声かけいただかなかったですけど、日本で買える、取引所ということでね、はい、こちらにも協力いただいてますし、日本で買う方はね、ぜひ、こちら、もう一個ビットポイントっていうところありますので、ちょっと見比べてそちらを使われる、いずれかをね、使われるといいかと思います。はい、月沢さんと読みするんですかね、ジュリアさん、組長さんに習って私も BTC 受けトレール設定にしてみました。20から365日受け付けておりますのでよろしくですということで、ここに投げ銭っていうんですかね、はい、ツイッターでできるようになったということで、まあ、私じゃなくて、これを聞いてくださっている方もツイッターやっている方であればおそらくできるんじゃないかなと思います。はい、下の方に、組長ちゃんツイッター投げ銭機能が日本でも使われるようになったねと、とりあえず BTC アドレスを貼り付けといた、で下の愛さんは私もアドレス付けとこうということで、はい、こういうのが活発になると、もちろんね、やってる方に、投げ銭が入るということありますけど、トランザクションも増えていくのでね、はい、ADA も貼れるのかな、ビットコインだけなのかな、はい、ちょっとまた勉強していきたいなと思います。はい、インプットアウトメットメディアと IHK ですね。はい、カザノリシーブススペシャルメンション、はい、特別に、なんか言及いただいたということですかね。はい、見ていきますけど、これかっこいいですね。これマイニング工場ですよね、おそらくね。はい、でフィナンシャルタイムスは時々、確か体のを触れてくれてたような気がします。はい、はい、フィナンシャルタイムスのページですね。はい、でこちら、Google 翻訳ですけど、デジタル資産とは何か、またどのように保有されているのか、メリットとリスクを解読し、ブロックチェーンの構築と機能の仕組みということで、ブロックチェーン全般について今の状況を踏まえて、ようやくというかね、概説してくれている記事になるので、これ貼っておきたいと思いますけど、これね、よくブロックチェーンってなんでさっきぐらいからブスに来てくれた方にお話しするときに、よくこのマイニング工場をね、これじゃあやっぱりね、まあ確かにビットコインとかイーサリアムもこんな感じなんだけど、ちょっと環境良くないですねっていう話もさせていただいてましたが、はい、中身はデジタル資産とは、ちょっと全部読みませんけどね、デジタル資産とはどのように売買され保有されていますか、ブロックチェーンとは何ですかと、はい、もうねこんなのも入ってきますよね、はい、ATM ですよね、ビットコイン、他のクリプトもあるのかな、ビットコインしか見えてないですけどね。はい、ブロックチェーンとはどのように構築されますか、ブロックチェーンが安全で変更不可能なのは何ですか、はい、そしてじゃじゃーんですね、じゃじゃーん、これカルダノですよね、はい、カルダノなので、どういう文脈でできているかというと、この下ですね、はい、誰がこのブロックチェーン技術を提供していますか、多くのテクノロジープラットフォームプロバイダーがブロックチェーンの構築を容易にしています。業界の専門家はパブリックブロックチェーンの 60% から 70% が現在イーサリアムのプラットフォーム、まあ、ここが大事ですよね、現在イーサリアムのプラットフォーム上で実行されていると推定しますと。一部の人々がこれが分散型プロセスの範囲のため技術の好ましいプロバイダーになる可能性が考えています。しかしなどね、まあこれアバランチでしょうね、ソラナ、カルダノなどの、処理能力が高い新しいライバルブロックチェーンプラットフォームが立ち上がっています。ソラナは新しいコレクションの販売のためプラットフォームを、使用されています、と言いながら、ここにカルダノはブルームバーグのブロックチェーンの 60% から 70% を実行するため使用されるイーサリアムプラットフォームのライバルの一つですということですね。はい、まあ、対面ブース出した時にね、対面正面もイーサリアムを使った不動産投資っていうブースでしたね。はい、デジタル資産を保有するリスクは何ですか、ブロックチェーン上に保有するデジタル資産は投資リスクとセキュリティリスクの両方を引き起こす可能性があります。主な投資リスクは政府や中央銀行が発行する物理的保有や法定通貨に裏打ちされていないデジタル資産はセンチメントや需要によって大きく変動する可能性があるということです。ビットコインなどの暗号通貨は数ヶ月の間に従来の通貨に対して、価値が倍増し、価値が半分になることが知られていますということですね。はい、でもうちょっとブロックチェーンは何に使いますかということで、はい、ちょっと私の感覚なんですけど、この今リスクでね、まあ、価格ボラティティが大きいよということですけど、まあ、ビットコインがまだね、その
時価総額としてはまだ、大きくなったとはいえ小さいんですけど、まあ、世界中で使われていくようになってもっと出回っていって、みんながね持つようになれば結局円とかドルと、変動がね変わらないようになっていくんじゃないかなと自分は思ってますし、まあそういう考え方の人も多いと思うんで、長期で見ればねあのボラティリティはね多分気にならないくなると僕は思ってますね。はい、最後にですね、ブロックチェーンエキスポ、はい、まだちょっと引きずるのかという感じですけど、ちょっと引きずって、ブロックチェーンエキスポをやってたイベントですね、はい、そちらで、そこに何人お客さんが来たかということでね、来ていただいた方ありがとうございますなんですけど、1万6000人3日間でおりましたよと。で、我々のブースに来た人数はカウントしてないんですけど、大体、パンフレット1000枚、作ったのが、皆さんにお持ちいただいて、おそらく全部なくなっていて、で、名刺をね、ちょうど昨日まで、数える作業、数えて、写真撮って、リストにするっていう作業をちょっと3日間ぐらい、まあ、ずっとじゃないですけどね、やって、あ、疲れたなと思ってやめてっていうのを3日間ぐらいやって、ちまちま積み上げたら、250枚ですね、名刺をいただいたのが。まあ、個人でも使えたのもおそらくあるでしょうけども、250人ぐらいの名刺をいただいたので、そういう方々にはね、ちょっとまたお礼のメールを出したり、で、またね、ビジネス展開みたいなのも、支援みたいなのにつなげれればと思うんですけど、実際ここに来た方たちが、4800人初日、2日目4900人、3日目6600人ということで、トータルが1万6428人ということですね。はい、でですね、この主催者の方がおっしゃるには、昨年比ですね、194% ということで、ほぼほぼ2倍になったということですのでね、はい、ここ3日目が駆け込みで、まあ、チャールさんの講演があったということで、まあ、それだけの影響ではないものの、金曜日にね、人が多かったということは喜ばしいですし、まあ、チャールさんをね、呼んでもらうときに、チャールさんをね、ここのセミナー会社に、っていうか、この主催者に紹介して、チャールさん、呼んでくださいよと、まあ、最初は、なんていうのかな、チャールさんを呼んで、講演する場所をね、キープするにはいくら払えばいいんだって聞いたんだけど、いくら払ってもダメですよと。で、なんでだって聞いたら、ああいう講演はこの RX ジャパンっていう主催者が、招待するんだと。だったら招待してくれよということで、チャールさんをね、紹介して、そしたらじゃあ呼びたいですねとなったといういきさつなんですけどね。はい、まあ、いずれにしてもチャールさんのところがね、たくさん来てくれたですね。ただちょっと後ろの方が空いてたので、実際に日本にね来日してくれて、本当にあそこに立っていただければね、もっとすごいことになったんじゃないかなと思います。はい、値段に戻りまして 221.97 円ですね。はい、14,012.9×221.97 で元本が10万円ですので、計算しますと、はい、301万443円のプラスということになりまして、はい、3010.4% のプラスということですね。もうちょっと下がると、3000% プラスじゃなくて 2000% 台に落ちていっちゃうんですね。はい、ちょっと耐えてほしいなというところです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。